国産初の小型ジェット旅客機スペースジェットの試験機が初飛行です。三菱航空機は開発中の三菱スペースジェットについて最新の試験機の初飛行を完了したと発表しました。愛知県へ名古屋空港を離陸し、およそ2時間飛行して機体性能を確認したということです。準備ができ次第アメリカで最終段階の飛行試験を実施する予定です。スペースジェットをめぐっては初号機の納入の6度目の延期が発表され、今年半ばとしていた時期が2021年度以降に先送りされています。